お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちらの外役エリゴレの高回転バージョンをね、はい、やっていきたいと思います。まあ、よくあるババ小屋とかかな、ここの枠は、はい、を助けにして、まあ、とりあえず高回転で、まあ、エリゴレもだしヒーラーも無限に出してしまえばね、もう回復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 でなんとかなるやろっちゅう、まあ、誰もが思いつくね、もうヒーラーゲーをね、はい、今日はちょっとやっていきたいと思います。でまあレイジとかはね、まあ、入れてないんですけど、まあヒーラーいっぱい溜まればなんか破壊力というか、こうなんだろうな、一発で持っていくというか、まあ、相手がどうしようもできなくなっちゃうんじゃないかなっていう、回復地獄をちょっとね相手に与えていきたい、そんな日です。はい。でエリゴレもう攻撃速度がねやっぱ 15% 上がってそこそこに強いんでね、やっぱ相手出してこねえな。これどうする、なんか初っ端なエリゴレヒーラーでドラドラ組んでもいいんですけど、まあレイジもないので、まあエリゴレヒーラー組むぐらいだったらどうだろう、ヒーラードラドラとかで圧を与えてもいいんじゃないかなっていう。いやどうしよう、相手めっちゃ待ってくる。ヒーラー一丁さあ、エリゴレはね相手にコスト与えますけど、ヒーラーは別に相手にコスト与えないんでね、そんな出して大きな損があるわけではない。さあまんまですね。さあマザネクはさすがに残っちゃうとね結構事故の原因になっちゃうので、マザネクだけさよならして、さああとはこのちっこいやつらで頑張れ頑張れ。あー危ないな、あれ入ってないな、ギリ入ってないぞあれ。さあで今回の相手はキョスケオバマザネクか。これキョスケミラーロイフグが流行ってたじゃないですか、あれのなんかミラーが抜かれた、何か思う、言ってみ、そうミラーが抜かれたバージョンがいるんですよね、キョスケホバマザネク。なんかミラーの枠はね、なんだそのホバかマジマザネクかみたいな、ホバが入ってきたのかな。なんで体育が3枚ですね、ザッピーマザネクホバで、これスケキンなのがねちょっとんって感じなんですけど、まあゴーストではなくスケキンにしたみたいな感じなのかなって思いながら、まあまあとりあえず2倍タイム来たんで、こっからがもう俺のターンなんでね、はい、ちょっとだけちょっとだけ、さあここはもう引っ張って引っ張って、おヒーラーの出番か、いや行かなくてもいいか一旦、よいしょ、いやうざいぞこれ。さあちょっとキョスケの受けがややないのでマジでどうしよう、いやどうしよう、いやマジでもう一回守るわ、ちょっと待ってこれどうしよう、キョスケ邪魔だな、キョスケ邪魔なんですけど、まあ相手も多分ヒーラー邪魔だなとかいっぱい思ってると思うんで、あーマジで、まあ耐えて、おなんかたまたまライドラこっちに、おでかいでかい、ライドラが、ライドラがいい、いいこっち来たこっち来た、ライドラがこっち来た、お前いいやつだなトリトンもあんま働いてない、さすがにトルネードしてなんかあれ厄介ですよね。さあライドラが頑張ってる、え待ってエリゴレがさめっちゃ削ってる、おいけ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 、さあ俺これ勝ったやろ、こんなやばい、勝ったやろが早いか、ちょっと待って来るぞ、まあ危ないな、このまあまあですね、まあまあ、おやヒーラーヒーラーヒーラーがヒーラーがヒーラーヒーラーヒーラー、ヒーラー欲しいけどヒーラーとかもうええわ、行ってこい一旦エリゴレで、一旦これ絶対ヒーラー出した方がいいな、一旦エリゴレでなんとかなりそうだな。さあプッチョが強い、あ相手も温まってんなマジで懐かしいなこの感じ、エリゴレ使うとねやっぱ勝っても負けても煽られるっていうのがこうつきものですから、まあまあまあ幸せになれんな、みんながいいカードやな。さあよろしく、まあ今みたいなね待って待って耐えて2倍タイム3倍タイムからエリゴレエリゴレヒーラードラドラ
で1コースで回しながらのもう結構良さそうっすね。さあザッピー、ザッピー、ザッピーか。まあ、ヒーラーなんかもっと貯めたいっすね。理想は3体ぐらいでこう無限無限みたいな。よいしょ。おこれ全部回復するぞ。でもお主、あーもっと回復してほしかったな。これ何を追加するのがいいだろうな。ヒーラーかな、やっぱ。ベビドル頑張れ。よし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 、来て来て来た。これこれこれ、やばい、こっち来い。ヒーロー、お前何やってんだ一体。もっと回復してくれ。さあまあまあ、コストを取られるものの1本折ってるんだね、これ。しかも、ヒーラーの1体、フルでも残ってる。え、これさ、いや、ヒーラー2体いたらな、これ。ヒーラー2体いれば、多分これであんなの落ちてたんじゃないかなっていう次元ですけども、ヒーラー1体なんで。さあ、ここは、まあ、最悪、タワー折られてもいいんですけど、カウンターにつなげたいですね、こんな感じで。おお主、それは。おだんだん残ったぞ。いってらっしゃい。スケルトン部隊ですね、僕が嫌なのは。スケボー、早めに。お飛んだぞ。あれライドラゴン、あ、ライドラゴン右のタワーからやられとるやないか。何やってんねん。あれなんか落ちそうだよ。さあ。なんかぬるっと、めちゃめちゃぬるっといくっすね。なんかレイジがあるわけじゃないんでね、折れる折れる折れるみたいな勢いはないんですけど、なんかぬるっとなんか変な感じだなこれ。さあでもいいな、ヒーラー、ヒーラーなんかねいないっすけどね、他のデッキに。こう見るとめっちゃ強いんですけどね、めっちゃ強いけど、なんでなんだろうね。なんかまあなんかまあ、いないっすね。安定しねえのかな。まあなんか最近だとね、ゴルナイとかスケキンとか、まあチャンピオンが強すぎるな。チャンピオンでいいもんね。まああと他だったらバルキリーとか。なんでも、なんか似たようなカードいっぱいあるっすよね。4コスの陸ゾーン。いっぱいありすぎて。どのデッキもダックプリがいいのか、ミニペがいいのか、ナイトがいいの、ゴルナイがいいのみたいな。もう居場所争いがね、すごいっすからね。エリゴレぐらいにしか入ってこないんで、ヒーラーは。稀に、稀にゴレ。昔はなんか神器デッキとか、なんかヒーラーがマジ強かった時はスケラとかにも入ってきたりとかあったんですけどね。ヒーラー結構おもろいカードで好きなんですけどね。まあ使われるとちょっと、ちょっとどころじゃねえな。マジ嫌っすけどね。さあ。よろしくお願いいたします。なんか相手がしょっぱなから攻めてきてくれるともういいんですけど。さあロイじゃいいっすね。あ、これロイライトだったらやばいっすね。しかも最近のロイジー回転早いんですよ。だからマジライダラが、ライダラマジ泣くしかないんですけど、お願いロイライトじゃないことを祈って一旦ライダラで、まあ、トリトンカバー全然カバーできてないし、圧着強すぎ。え、マジ圧着何した。おお、いやこれやばい、なんもねえ。めちゃくちゃいい気をつけた。圧着が強すぎる。これ死んだふり作戦あるか、もしかして。あるよな、ヒギ死んだふりのグッドゲームして、もうこれでキングを攻めさせるんですよ。お願い、来た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 、必死の振り作戦。いやまあ近い強すぎて成功しないかもだけど。さあからのキング攻めさせて、これを奇跡的に耐えて11にするっていう。よしよし、いや結構痛い、結構痛いぞ。思ってる100倍ぐらい痛い。3000ぐらい残るプランだったんですけど。さあまあでもここでよし、11にしたい。11にしたいが、ライン、圧着今最強だったからな、今。いやー、マジで。うわ、強っ！え？
いやーマジでこのキョロイライトに、お、トリトン、お前頑張ってんな一匹ずつ。いやキョロイのライトやばいっすね。キョロイってだけでもやばいのにライトもなるのはちょっと。あとアチャクイをここに来るっすね。芝来たい。いやアチャクイマジやばいっすね。いやマジでこれお願い本当に耐えてくんねえかな。ババ小屋とかなんですよ、この元々の枠ね。ババ小屋抜いたことによって、あ、やべえマジあー、これはもうついてくるんでね、はい、しょうがないですね。いやマジか。いやこれ止まんなかったですね。守れなかったな、全然全然守れなかったな。さあキョロイライトはやばいっすね。ライトニングね、当たりたくないね。ヒーラー、ヒーラーが結構ライトニングウッドで溶けちゃったな。さあアナコンダみたいな、アナンマだ、何それ、聞いたことないんだけど。俺の知らないエロ用語みたいな、そういうやつ。マジでマジポケモンにも最悪いる。さあトリトンはマジでやばい。トリトンロイやばいっすよ。同じ、うわー来ましたね。なんでやねん。さあライトニングロイ、まあ最近流行ってるんでね、来ちゃうのはしょうがないんですけど。いや待って、最悪、あぶねえ、ちょっとずれちゃった。でハンティング、あーオッケー、ハンター使ってくれたんでいけえな。さあハンター使ってくれたんで、もうここは行くしかないですね。うん、逆サイドからもう守る、ロイ来たらまあスケで守れるやろ。で問題ライドラが、ライドラこれお前やる気あるかな、マジでライドラマジきついんだよ。さあライトニング防衛、グッとヒーラー行け。いやマジ強っ。待って、ライトロイ関係いいの渋いな。俺のエリゴリがたまたま行かれちまうぜ。さあライトロイはまあライドラ出すと意味損しちゃうだけなんで、今みたいなヒーラーベビでライトニングを使わしてからのライドラ追加が理想ですけど、って感じっすよね。うん、いやマジライトニング強すぎいやだ、プチキ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 プチョヘンザ。まあさすがにここは、いやーいいっすね、ライトニングを使ったのでライドラで最強に守っていく。今のエリゴリヒーレいったらワンチャンあったかな。ライドラ稼げ稼げ稼げ、ダメージ稼げマジ。さあライトニングを打ちたいはず、打たしたい俺。いやマジめちゃくちゃ微妙かなこのエリゴレ。やりたかったんだよ、打ちたくなっちゃったんだよ。さあ頑張れ、やべえこれ、やべえぞー。鬼のカウンターきます、カウンター来るが、このライドラに全てを託す。いやでも意外と耐えた、意外と耐えた方。ヒースピで一発も入らない、よしよしよし。いやドラゴン強いぞ、ドラゴン耐えろ、アナコンダ。いやマジでもう絶対ライトニング来ない。いやここで、いやでかいぞでかいぞでかいぞ。あーまあ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 、問題ロイジェ止まんねえんだよ。一発も入れたくない、一発も入れたくない。お、これもうなんかうざそう、ワンチャン事故れる。いやーマジで、いやトリトンめっちゃそれ強い。ヒーラー
よしよし、ヒーラー強いぞ。いや、耐える耐える耐える。うん、やばい。いやでも、お？これ、これは？お？避雷針？避雷針とかも何も考えてないけど、いけ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 、いいよ、いいよ。よし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 、トリトントリトン、お前だけ、お前だけ許さん。やっぱり煽られる。さあ、粘り勝ち。マジ。100%ぐらい煽られてない。大丈夫か？さあ、これがまあ、エリゴレの良さですよね、本当に。いや、マジで、ライトニングやばい。ロイライトやばい。だって、ライドラがイカれちゃうんですよ。このデッキの一番大事な部分ですからね、やっぱライドラ。ファイボとかポイズンなだけでめちゃんこ戦いやすい。つければいいから。ライドラとね、ライドラ出せない。出してもいかれる。出すタイミングとかね、大事になってくるっすよね。いや、なんとか切り抜けてる。お願い。マジで、まあ、枯渇とかも嫌だけど、いや、枯渇とかなんかまだマシかもしれん。渋いけどね。そう、高回転、ヒーラー、ドラドラ、両サイ散りばめて、があるんで、マジ、ロイライト、勘弁してくれ。他だったらマジで何でもいいぞ。ラバーとか来てくれたらガチで、100-0 レベルで美味しい。だけど、ラバー出てきてくんないんだよ。さあ、お大型か？タルババ無視。イースピ無視。スケルトンも？まあ、無視。いや、マジで、マッツマジで。待たないでほしいな。オーマイグッネス、来た。これ、天国だぞ、マジで。さ、ライドラ最強っすね。ライドラを、一生来たい。ホバダじゃなかったらもういい。ライドラ最強だぞ。ファイブヤナムじゃなければ、このライドラ一生生きるんでね。ファイブヤナムじゃなければ。一応ライドラに殴られてった。お？お願い、エリゴレ、エリゴレ、行け、行け、よしよしよし、来た来た来た。これ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 、もう、お前さん、悲しいでしょ、辛いでしょ。さあ、ライドラをやなめか、やなめくるか。いやー、ライドラ残ったら熱かったけど。さすがに、さすがに。本当に厳しいんじゃないですか。あー、めちゃくちゃいいですけど、あ、でもデビドラが、お、これもしかしてマジであるぞ。1枚1枚、いやー、ベビドラお願い、生きて。ミリ残りでしっかり回復する、回復する。これこれもしかして来たんじゃないのか。これはさあ、完璧なカウンター、グッドゲームワンパン。いや、これがこれが理想っすね。さらにね、ヒーラー追加で2体目、3体目いけるとよりいいんですけど、さ、ラバは餌ですね。まあ、ラバホバはちょっと嫌なんですけど、まあ、そのラバホバに今勝ったんですけど、さあ、パピコさん、パピコはコーヒーとあの白色のやつがうまいっすよね。さあ、結構待ってくる相手多いっすね。イースピでも俺のデッキを教えてあげる。ほぼ2択、エリゴレかスパーキーの2択ですよ。あー、チェーンスケラっぽいから行っちゃう。いや、わかんないけど。ゴーレムでした。マジゴーレム、まあ、ライトニングあるんで、相手がニット出してからライドラ出したいですね。ここでライドラ出してもライト打たれるだけだと思うんで、あー、さ、これはいいですね。あ、でもう一枚出たんで、ヒーラーが、ヒーラーが、ヒーラー、お前なんでヒーラー死んじゃったん。ライドラ、あ、間に合わない。間に合わないよね、それはね。さあ、スケキンか。いや、スケキン、スケキンちょっと嫌だな。ヒーラー、これヒーラー、ヒーラー行くか、お前。ごめんな。うわ、やべえ、これ。これやべえ。
マジで、いやマジでどうせライトニングもあるんで後ろから行ってももう足もいいんだっしょ。さあきついなあ。れキング起動できそうだな。スケで、あやべやっちった。左に寄せようとしたら右に内側に寄っちゃった。これキング起動できなくなったの俺のせいで。マジでやべえ、下手くそした。キング起動しようと思って自らできない状況に持っていっちゃった。あなんかイーラおもろいぞこれ。まあこれまたライトニング打ってもらうっすよね。そうっすね。で2周目のライドラ回したいっすね。このデッキの強み。ヒーラー結構脆いっすね今の HP が。もっとなんか頑張ってくれるはずだったんすけど。さあライトニング来る？飛来神？これむずいぞ相手防衛。いやーそのソウルコール強そうマジでベビドラが3体いるっていうあんまり見ない。そのヒーラーさらに回復して、ヒーラーの回復をベビドラが奪っちゃってる。うわめっちゃいいボールされてる。マジかよ、マジか、マジか、やべえこれ。スケキン墓石ベビ範囲強っ。さあめちゃくちゃやばい。ライトニング打たれて終わっちゃう。あーえうまっ。お前やろ。あ、おっばーいかれたー。さああれ守られるのか。あれ守られるときついな。もう俺だけではあもうベビドラ3体やんみたいな感じだったんですけど、スケギンナーのスキルにちゃっちゃ攻めとるの言っとけばよかったですね。さあやばい。やっぱライトニング相手がやっすね。防衛ライトがめちゃ強い。そこをなんとかこうエリゴレとベビドラで飛来神してヒーラーを残したいんですが、ヒーラーが結構いかれちゃうもんですね。あーまあスパイキーは美味しいんじゃないですか。ライトニングないでしょスパーキーに。俺の知ってる限りぴょんん怪しいカード出てきちゃったな。いやマジでこれさすがに処理したい。オーケーオーケーオーケー。まあ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 。さあでキング起動ちょっとされるのもやんなんで、ちょいちょっかいかけて、さあジャイ、あーエリポンちゃんもしかしてみたいな感じかな。エリポン来たらどうしよう。エリポン来たらまあ一旦形組むか。スパーキーウィザード、おーダークプリ電車デッキっすね。ガゴムでもいて、やべえ。さあさ激渋。いや守れはねできると思うんだけど、いやマジで守んなきゃいけないですね。あれやべえな。そう耐えるしかない。いや多分逆クルスねこれ。ああそうっすね。わあこれ終わったな。一時交換していいけど無理か。
あるぞライドラ。いやライドラ、お、ここだな、しかない。あ、ヒーラー行かれた。おお、いや行かれた。うわー、そのジャイフトやばい、うますぎ。ライドラ反面しろ。あー、終わる終わる。いやこのタレ下手だったな。やべえこれ。殴れ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 、マジで殴れ、マジで思いっきり殴れ、本気で殴れ。よっしゃよっしゃ、これこれめっちゃ嬉しい。あぶね、マジで耐えた、マジで耐えた、マジで耐えた。いやなんかなんかきつかったな。いや相手も絶対ダイドラとかきついんですけど、よしよしよし、これ耐えた、やば、マジで危なかった。よし、いやマジで理想っすね、このドラドラヒーラー耐えの。本当はもっとねヒーラー 3,4 体ぐっちゃぐちゃにやりたいんですけど、なんか相手もすげえ良妻、すげえ良妻来るっすね。危ねえ。死んだと思った場面マジで何回もあったっすね。よっしゃ耐えたぞ耐えたぞ、ここ勝てば、ここ勝てばあるぞ、12。てか、勝てば12なんですけど。よし。スケヒースピのね、やっぱ1コスよ。欲しくなっちゃったけどね、ババコヤとか墓石みたいな。よし、さ、耐えて。いやー、お願い。お願い。ライトニングなければ、マジで何とでもなる。最後のエリゴレダッシュで、施設もなければ、確実にダメージ通るんでね。さあ、来い。さあ来た、ラティアスだ、伝説のポケモンか。うん、スマブラとかだとマジ最強に強いですよね。さあユーノなので、まあ何でもあるな、ペッカ系神技。さあユーノロイホグ珍しいですね、これで下手っすね。ユーノロイホグか、うわーマジで渋いな、こういうのが嫌なんだ。あっちゃっくいです。さあ着衣来る。何これ、なんか意味わかんないですね。アチャックイロイホグなんですけど、まあ、ゴーストというのが入ってるっていう。メガナイトとかいんのかな。ボムタワーですか。マジでやばすぎ、これやべえな、これどうする、ボムタワーやべえっすね。でも雪だけの可能性、あできちゃったっす、マジで。30白いホグか、まあこれは許容できるか。右か、
さあやばいマジでボムタワー30白フグ引く。ここでまあベビタルで耐えれるかな。まあ耐えて、まあワンチャンあるな。めちゃくちゃやば。やべ。これあのあれまで飛んできます。ホレイまでしっかり。あーこれ終わったなマジでマジこれはもう僕の引きがなかったなこれ。うんまあきついっすねさすがに。まあ形組んでワンチャンぐらいでしてください。しょうなし。さあということでこちらのね高回転エリゴロも皆さんぜひやってみてください。よければちゃんと高評価お願いします。ではお疲れちゃんです。またね。